キャプテン翼ブレイクタイ。進行役を務めますのは私アナウンサーのチャーリーです。翼くんと若林くん、サッカーにかけては天才同士のこの二人、試合を通じて心が通い合ったようですね。いやー、よかったよかった。翼くんとコンビを組んだ三崎太郎くんも素晴らしいプレーでした。おい、もう一人忘れてるぜ。あ、お、お、これはこれは誰だっけ。アナ。俺は南下しキャプテン石崎亮だ。そうそう、若林くんに負けた石崎くん。あのな、まあ冗談はさておき、今後の展開はどうなるんでしょうかね、猿の石崎さん。実はもうすぐ全国大会が始まるんだ。もちろん俺たちは優勝を目指すね。ちょっとちょっと、そりゃいくらなんでも無理じゃないの。バカにすんなよ。なんだってこっちには翼に三崎に若林たちだっているんだぜ。若林さんだの。それはまたどうして。そいつは見てのお楽しみ。早く見てみたい。それでは全国大会編スタート。今俺たちは南葛市の選抜チーム、南葛市資源の入団テストを受けるため毎日練習を重ねている。中鉄や西ヶ丘のみんなと全国大会に出場するんだ。よし、行こう。しました。若林くん、どうしたんだよ、そんなに慌てて。ロベルト本郷はどこだ。それでどうするの、ロベルト。ええ、やっぱりブラジルへ帰ろうと思います。そう。ママさん、実は頼みたいことがあるんですが。三上さんの話だ、間違いない。しました。日本での正式な検査の結果、網膜剥離と判明。失明の可能性が高いため今後のプロ活動は不可能とされる。ロベルト本郷はもうプロサッカーができないんだ。ブラジルでは自殺騒ぎが各所所に置くとこないんだよ。これも買いに行く。でも日本に来て、そして翼と出会って俺も目覚めたんです。お願いします、ママさん。俺は必ずこの手で翼を世界一流のサッカー選手に育ててみせます。パパ動かしとけ。ロベルトも。ですから翼をブラジルに連れて行かせてください。ロベルト、翼、ロベルトはもうサッカーができないって本当。ああ、俺はもう二度とグラウンドに立つことはできない。ロベルト、早いんだよ。
暗黒 SC か、いいチームになりそうだ。鶴山監督、あいつらをよろしくお願いします。ロベルトさん、翼が言ってましたよ。全国大会に優勝してブラジルに行くんだって。中途半端。もう今度これ買わ、美味しくない。カルビじゃない。数日後、南下戦チームに合格した混ぜること。バスナーこの系の混ぜること。小さい頃の話なんだもん。そしてこの日ついに賢い系だけと思ってこたんね。大入りだけ、大盛りだけ。全国少年サッカー大会県予選が始まったんだ。まいった、やられた。塩が立ってな。海苔塩の割には海苔がいっぱいかかりすぎて、うん、臭まずい。凍った後だけしょうがないけど、食べてみよう。分からん。何でも食べてみよう。分からん。うん、下がこういうのもないよ。ほんまに混ぜる。それ手に別にいっぱい塗り出す。あ、いきなりこれ若林出すみたい。もう先に使おう。西尾っていうキーパーも誰やねん。西尾って。若林能力高えな。さすが若林優秀だ。若林優秀だ。まあ、森崎に多分点取られるじゃん。お前いきなり。そうだな。若林すぐおらんなるからな、この後。やりやがった。くっそ。30分ぐらい目が覚めてなかったみたい。私
丈夫って心配してくる人誰もなかったよ。何？翼が取られるとは。バカな。高すぎ頼むぜ。お、さすが。あー、くそ。他のやつに取られた。誰もなんだ。やべ、今キーパー森崎だからやばいわ。点取られる確実に。お、取った。さすが伊沢。呼ぶじゃんかよ。あー、もうマークされてるな。マークされてるな。狙われてる。後ろに回すしかないんだよ。ザーがシュートしても入らんであるしな、多分。ナイス。いや、なんかそんな舐めてもらっちゃ困る。あ、やばい。蹴っても一緒じゃんか、取られるんじゃん。やばい、森崎やから、やばい。やばい。おい、崎頼むぜ。くそ、パスしやがった。読まれた。読まれたんだよ。やばい。やばい、森崎だからやばい。あ、やば、あ、キャッチしてしまった。お、あ、取った。あ、森崎やる。まさかの森崎がキャッチングしてくれたわ。みんなバカだ。すごいな、森崎能力だ。全部後でやってもらったけど、何、嘘やろ。先が翼へパスすれば、このまま回す。お、さすが。さすが。よっしゃー、決まった。誰もらんもん、うん、翼はね、ドリブルでキーパーすら抜くからな。もったいないよ、あれ。普通にね、必殺シュート打ったらガッツが減るから。あれ、ドリブルで突破していた方が賢明な。これ森崎出んじゃないかな、キーパーもう止めてくれたしね。ナイス、ミス先。おお、さすがミサキ。もう突破した。やりやがった、反則しやがった、クソ。この翼で必殺シュートでちゃうかな。
決まった。頭が小さいっけ、カブトがでっかかって後半はキーパー若林行ったわ。ブンカブンカ森崎カブト高いよね。うん、オーダーにカブトそうじゃん。あ、そうだ。あ、あんま、あいつ何もせんでも金稼げるわ、羨ましいわ、ほんと。金ないから金込めにしてから買うらしい。あいつは野球やめても食っていけるわ。まあ CM があるしな。 YouTube やりゃ多分すぐ登録者数100万、100万人いくやろし。アンチプロでやっちゃうけど何に翼が交わされるんだろう。私を舐めんな。おりゃ取ってやったぜ。若返しを舐めんな。ダメだ。パスどこかだ。そこの岬先で突破。あいつ翼どこにおるんかよ。翼は後ろにおるじゃんかよ。このライクしかない。美咲くんに行こう、このまま。シークソなに読まれてた、完全に。クソ、よっしゃ、さすがだべ。カードだね。どっちのカードか。あ、ここにロングパスでやったのかな。シュートしたわ。なに、弾きやがった、小ざかしい。くそ、あーと何個うまいんすよね。しないっす。あ、読まれたか。あー、くそ。体の向きとかでわかるけんね。どこにパスするか。くそ、伊沢までかわされるとは。あ、そっか、シュート。いや、ペナルティエリア外からはシュート決めさせんよ。いや、余裕って若林だよ、お前。若林にロングシュートは通用しねえよ。終わった。うん、余裕じゃない、雑魚チームやから、そんなに大したことなかったわ。
2-0で。もうちょい点取りたかったかな。もうちょい点取りたかったけど。贅沢言うなよ。一点でも取るの難しいのに。うん。昭和のイカキさんじゃ。うん。髪型だけ変わって顔同じだけど。そうそう。そうほら。よし、ランニングの次は軽くパス練習だ。